残念。お、なんか起きた。え、嘘。イシリオン、ゼノイラが、あ、早いな。隕鉄石を集めるために作られた場所と言われています。隕鉄石を探してみましょう。少し待っていてください。この人のイベントだったか。なんだ右のやつ。本当によろしいのですか、エルトリンデ様。遠見の水晶によると敵陣にロザリンデ様の姿があるようです。何、ロザリンデだと。始末するにはまさに絶好の機会だ。反乱軍ともども殲滅せよ。ゲイリー卿、あなたには問うていない。私はエルトリンデ様に。問題ない。たとえ我が姉といえど反乱に組みすることは許されません。必要ならば討ち取りなさい。直ちに出陣せよ。はあ、水火強よ。外敵の進行を防ぐためわざと橋を水中に沈めてる。なるほどな。それより厄介なのはあの城を覆う大結界。橋が一つ沈んでいるとああやって結界が張られるのよ。橋を浮上させるには各区画の町を奪還すればいいわ。橋が全て元通りにかかるとあの結界も解除されるはずよ。ルールが分かっていい。分かった。まずは各区画を解放しよう。はい、どうもマグマグマグロンと申します。というわけで前回はイシリオンを仲間にできたところまでは来ているんですが、こっからよね。こっからどっちに進むかっていう話。水と橋、緑の架け橋、もうこれメイン行くしかないんやね。こっち行けなかったんだよね、確かね。そうだね。じゃあもう普通に進むしかないのか。こっち進むしかないのか。どうしても寄り道したい。我々も戦う、同胞たちと未来のためにね。あ、もうここまでは行ってんのか。あ、じゃあ前回ここ話してないのか。これがサーリコティの町。そうか、前回ここまで来なかった。揃えているつもりだ。気に入ったものがあればいいな。グッドモーニングスターだって。ペインマッシュすごいな。これは対象の HP25% 分のダメージを追加する。まあ持ってないものは一回買うって決めてるからね。ダブルヒール、これぐらいかな。隠れてない、隠れてない。じゃあグッドモーニングスターもらいます。いいものを選んだな。気が向いたら次は道具屋。お好きなものをお選びください。最近はねちょっとねいっぱいね買っちゃってるよね。こんなもんでいいかな。リキッドラック、あ、これも売ってたんだね。ゴールド2倍、買っちゃおうかな。2000よりも多くもらえるならやっちゃおうかな。ここはあれ一発納品ですか。なんだそれは、早く言ってよ。だから守護兵がいない。受けた恩は忘れません。解放軍に感謝を。もともと裕福そうな町だけどね、ここ。でも誰配置しよう。誰か余ってる人いない。余ってる人いるけど、これあれだよね、多分あの右上の方の場所だよね。ロザリンデ様、ここを置きっぱなしにするのも、まあでも裕福そうだからいっか。分かったわ。裕福そうだから大丈夫。何が大丈夫かは知らない。あ、なんか動いた。
あ、なんかに、あ、逃げていく。やばい、情報が。報告、反乱軍どもがすぐそこに。ネズミが入り込んだという情報は本当だったか。おっきいよ、ネズミ。では我々も指示通りに結界魔法の準備を。そうだな、完了したら城で合流しよう。ええ、あ、もう何、最後。ロザリンデの妹ミコがあの城にいるのか。ミコはエルヘイムの象徴よ。殺せば統治が難しくなる。人質として囚われたミコを救出できれば形勢は逆転するわ。敵の本陣に攻め込むことになる。準備を整えてから城に向かおう。水と緑の架け橋。勲章くれ。え、なんかもう ラストっぽいけど大丈夫。勲章くれ。これはどっかすり抜ける。すり抜けろ、すり抜けろ、どっかすり抜けろ。すり抜けない、残念。お、なんか起きた。え、嘘。イシリオン、ゼノイラが、あ、早いな。隕鉄石を集めるために作られた場所と言われています。隕鉄石を探してみましょう。少し待っていてください。この人のイベントだったか。あら、ルビーみたいな感じ。お受け取りください。隕鉄石2個。神話の時代に五英雄が悪魔と戦い打ち勝ったという伝説があります。そして彼らを称えた魔法の石像がバストリアスのどこかにあり、石像に隕鉄石を捧げると武器が手に入るとか。伝説に過ぎないかもしれませんが、行ってみる価値はあるかもしれません。環状列石巡りする。ここはエルフ族の土地。用がないのなら立ち去れ。ピュッ。ああ、解放戦先か。じゃあ解放するよ。あ、でもなんかまだある。ご近所にご挨拶。ん、なんだこれ。ラウルハルは逆の方角ですよ。ん、なんだ。あ、ここエルヘイムってこんな広いんだ。で、城はここなんだ。あ、真ん中にあるんだね、ちょうど。あ、じゃあまだ終わらないのね。先にミコを助けられるわけだ。オッケー、わかった。じゃあケンターリの町解放戦、こっから先に行きたいと思います。行きたいと思うんですが、どうしよう。環状列石巡りする。え、でもどこにあるん。あ、環状列石場所は教えてくれてないのか。そっか、教えてくんないんだ。あー、環状列石どこにあるかなんてもう知らない。こんなのどこにあるかわかんない。まあでも今すぐ必要というわけじゃないので、この大陸全部終わった時に必ず振り返りを行うので、その時に全部振り返りたいと思います。よし、じゃあ解放戦や先やりたいと思います。そうだ、イシリオンをメンバーに入れてないから一旦カット。はい、というわけで勲章を集めて300個、これによりバラキシ隊に1人追加となりますね。なのでちょっと追加したいと思います。まずはユニット拡充、こちら200個。あ、でも6人入れられないんだ。マックスって出たね。ということは全ユニットは5までか。ってことはクビになるキャラクターがいっぱいいるわけですね。あんまり仲間にいっぱいしてもしょうがないのか。というわけでバラ騎士団に正式にもう一人加入と相なりました。しばらく使っておりませんでしたリアちゃん。というわけでここにリアが追加されました。ありがとうございます。でさらにちょうどいいのでクラスチェンジもしちゃいましょうか。100個あるので30とかが
3人とかの方が格好はつくよね。35とかだと結構きついな。で今見てみると、誰が少ないんだ。あ、トラビスってなってないんだ。トラビスがね、なんか一人だけ弱いんだよな。あれは何、クラスチェンジないの。そっか、俺トラビスやるつもりだった。そっか、それは残念。え、で、あと王子様アラミス、あなたはなってなかったのね。なのに弟はもうクラスチェンジしてあるのか。そっか、じゃあかわいそうだからアラミス行きますか。じゃあ王子様、王子様強くなって、おごらず研鑽に努めるとしよう。ってこと、そうなるとリアもやりたいか。リアもね、先頭立っちゃってるからね。じゃあソードマン ×2、 バラ騎士団入隊おめでとう。もっと強くならねば。なんかあんまりあんまりとか言っちゃったけど、なんかもうちょっとこうかっこよくなってほしかったりなんかしないでもないんですが、あとはホドリック隊でいうとルノーってもうなってる？ルノーがなってるなら別にいい。あ、ルノーはなってそうですね。ルノーは外すと、そうなると誰にしようかな。アデルっていくらかかる？いくら？35か。まあ足りるからいっちまいますか。アデルがちょっとここ弱いんだよね。ホドリック隊。槍が冴えてきたぜ。よし、ちょっとはカッコついたな。はい、というわけでこんな感じで今回は挑みたいと思います。結構あれだね、200個集めていかないとどんどんリストラされちゃうね。それがかわいそうでしょうがない。次誰外そうって感じだもんな。また次誰か仲間になっちゃったら誰か外さなきゃいけないんだよな。きついな。よし、じゃあ解放戦いきますか。ちょっと待ってね。あとイシリアンってのはちゃんと装備してるかい。うわ、ひどいな、ひどいんだな。まあ技は使わないとは思うけど、うん、ライトニングソードを使ってくれればいいんだけど、魔法攻撃になるのか、ライトニングソードが。あ、物理威力、魔法威力75-75なんだ。あ、じゃあ魔法攻撃もないとダメなのね。それはしょうがない。じゃあその他、その他なんかいいのない？売るか、そろそろ。全然売ってないんですね、我々はね。あ、レベルも結構高い。高いから別に無理して渡す必要もないのが、戦士のメダリオンとかこういうのでいいかもね。攻撃力爆上げでいこう。魔法攻撃力でもあるのか。レザーフードも、帽子2個かぶってるけど。で、最近使わなかったリアちゃんの装備もどうなってる。飛竜の細剣、まあ再剣って読むの分かってるのに、あえてよ。蛮族の剣なんて持ってほしくないな。でも魔法攻撃関係ねえしな。8しか入らないんだったらブラッドソード、二刀流。じゃあブラッドウェポンでいいや。じゃあこんな感じ。じゃあ行くぞ。
ケンターリの町解放戦スタート。結構狭いからね。相手は盾がガンガン突っ込んでくる感じですか。でバリスタも中身誰かいるんだ。よし、じゃあ足の速いので一気に突っ込んでいっちゃいましょう。そしてできればね、経験値低い人たち行かせたいな。18が一番低い。あー、ここに17ちゃんがいるね。17、18の子を中心にちょっと戦っていきたいと思います。バラ騎士団行け。行きます。あと17の子がね、ここにいた。出撃する。で、そうだ、バラ騎士団ってあれだよね、あの盾に強かったよね。お任せください。これ逆にこっち行ってもいいかい。あ、勝てない。了解です。私を見ておけ。こうだね。行こう。じゃあここなんか僧侶しかいないから、一番レベルの低い子で行こうか。18がいっぱいいたのはリーザ隊かな。あとここも弱いね。あ、妖精ちゃん、妖精ちゃん GO。出陣します。みんな空飛ぶな。どうしましょうか。行きます。行ってこい。スタート。あ、なんか技使ってきやがった。ここですね。容赦しません。あら、なんかちょっと違うな。戦力差はかかってきなさい。なんか予想と違うな。予想と違うぞ。さあ行け、バラ騎士団。この程度、この程度、どうすれば逃さないよ。うわ、向こうもソードマンだ。無駄です。お互いがやり合う感じ。いや、だったらやられる。デビュー戦が。覚悟しろ。聞きません。そこさあ来い。当たればいいんだけどね、当たらないよね。ラインヒール遅かったね。どうぞ。さあこれ当たれば一列。おお、あなたが一番強かったですか。回復します。当たれば強いんです。鍛錬の成果が出ましたね。なんだけどリアちゃん弱かったな。どこへでもひとっ飛びですよ。ちょっと、はい、引き気味で構えるわ。負けませんよ。と次は、あ、こっちが妖精ちゃん。一息ついて。でも攻撃はできないよね、妖精ちゃん。回復するわ。回復します。ほら、回復しかしない。いてつきなさい。横一列。回復するわ。本気を出す。ライトニングソード本気で。この子にご褒美あげちゃいます。どうぞ。役に立てるよ。頑張ります。でバリスタも打つと。立ちふさがるなら排除する。受けてみろ。私に続け。ソードマンと天使ちゃんだから足速いね。守りします。あー、ナイスコーム。ここら辺はバランスが良くてすごくいい。危ない。なんか弱そうなんだけどね、このように。おわ、活躍したぞ。おじさんの鏡。ああ、でもシャロンのレベル上がった。強くなりました。よし、これで17っていう子はいなくなったから、いつでもやれる。これいけるかい。
ちょっと部が悪いのか。逆にソードマンとは部が良さそう。あえて離れる。お力になります。でこのでっかい盾を持ってる人とだったら勝てる。あ、ゼロだって聞かねー。立ちはだかるなら投げ払うまで。でこのバラ騎士団は盾に強いんでね。これでお見通しだぜ。アイアンリッパー、一撃。援護するぜ。援護しても一撃。これが強いのよ。あ、危ねえ危ねえ危ねえ。空飛んでるからあれ当たったら一撃死だ。一掃します。あ、これは効かないんだね、全然ね。行けろ。怒らせたな。乙女の鉄槌、はい、あ、後ろやって。くそが。いや、一撃なんですね。あ、全員回復。やりましたよ。ちょいちょい回復混ざるのいいね。私を見ておけ。ああ、行こう。私に任せてください。バリスタ当たんなかったからこっちか。容赦しません。天使を前に愚かな。入れ替えよう。ソードマン対決。おい、やっと自分に回復するようになったあの子が。あー、全回復。このまま進むぞ。一応戦術はね変えたんでね。手加減はできんたちでな。どこへでもひとっ飛びですよ。向かいます。答えてみせよ。私に任せろ。どうしましょうか。これあんまり意味なかったな。行きます。セレスト隊なのか。じゃあ弓を持ってるわけじゃないんだったらあんたここでいいや。でもう一個追加して誰かレベルの低い子、18がいる子、これが一番低い。立ちはだかるなら投げ払うまで。はい、ちょっとセリフ待ちました。投げ払ってください、バラ騎士団。このままで。あ、でも弓は当たる。空飛んでる子弓威力がでかい。そっちじゃないな。回復します。あ、もう一回やってくれるみたい。あー、いいね。あ、自分も回復。この調子でいきましょう。あ、キトラちゃんのレベル上がった。まだまだ強くなるよ。この子はまだクラスチェンジしてないんだよね。え、これ戻らずに行っちゃってもいいかい。すぐに飛び立つ。お任せください。ね、そうだね、はい、行っちゃってもいいかね。指示をくれ。あ、弱っ。任せとけって。容赦はしない。後ろから助ける。いや、助かってない。助かってない。それしょうこざいな。せやまだまだ行くぞ。急速だ。あ、ちょっと弓が嫌だな。甘いな。させぬ。行くぞ。安心してください。この弓が、あ、うわ、威力でかい。それ。あー、やっぱ空飛んでるとダメか。おバカね。あ、でも気絶した。当たってないわ。退屈ね。これがあれだね、あの大陸の弓の人たちと違って全然当たらないね。エルフは弓が下手みたいだね。でも当たったら痛いね。当たったら痛いわね。全然倒せないからね。あ、やっと終わった。
そうか、天使ちゃんがやられちゃうんですね。仕方ねえな。あ、でも倒せそう。行ってくる。指示をくれ。さっきアイテム買ったから使おうかな。なんだっけ、倍になるやつ。どれだっけ。なんかね、あの経験値とお金もらえるやつ、なんかそんなの買ったんだよな、さっき。もう名前がわからないの。これか。仲間は一人も失わねえ。分かったよ、交代相手見せよ。私に任せろ。着きました。制圧に成功しました。よっしゃ、行くぞ。威勢だけ良くても勝てないぜ。よし、これで経験値もお金ももらうと。犬くやったな。お前結構ダメージ食らうんだな。痛えだろうが。オーバン、あんまり強くない。その技やめて、あのぐるぐる回って。はずは貫け。あ、お前弱い。覚えてくれよ。いや、お前弱い。あ、カウンターの技をやってるからか、関係ないのか。ダブルラリアットじゃないのはカウンターだからだ。お前弱い。やりやがった。あ、でも回復した。無理すんなよ、生き残れたね。うわ、3400だって。すっごいっぱいもろた。腕を磨かねば。そうだそうだ。さらに強くなっちまったな。ワイドブレイカー、敵一列に攻撃。それそれ。これが砂漠の民の意地ってやつさ。でもカウンターだったから全然行動してなかったね。はい、まあこれは全部ノーカットでもいいかね。ケンターリの町解放。解放軍だな。感謝する。俺たちは巫女様のお膝元、ケンターリを預かる傭兵部隊。しかしゼノイラに荒らされた上に一矢報いることもできなかった。悔やんでも悔やみきれん。人間ってあんまり歓迎されてなくて、なんか居心地悪いんだよな。人間の傭兵さん。ここから西に向かうならお気をつけください。それだけ。なんかくれ。技物を揃えているつもりだ。気に入ったものがあればいいが。騎馬狩りの大盾。持ってないならとりあえずクイックヒール。いいものを選んだな。気が向いて。で道具。いらっしゃいませ。お好きなものをお選びください。さっきなんか買ったよ。リキッドラック1個買ったからちょっともらうわ。ありがとうございます。ぜひ。で納品。お、一発。ただ守護兵がいない。誰か買ってくるか。ゼノイラ兵には資源や食い物をさんざっぱら絞り取られたものじゃ。あなた方は逆に与えてくれる。感謝してもしきれんよ。感謝して。感謝して感謝して。素材ちょうだい。だから誰か雇ってくるか。あ、でもこの子余ってんならこの子にするか。ここは任せて。任せた。よし、ちょっと一旦カット。はい、じゃあ次行くでよ。水と緑の架け橋レベル19。なんて読むんだい。エルヘイム首都ラウルハル。今やゼノイラ軍の支配下にあるその城に、巫女にしてロザリンデの妹エルトリンデがいる。ラウルハル城を奪還し彼女を救出する。よろしく。これ1話で行けっかな。解放戦入れなきゃよかったかな。なんか長そうな気するよねこれ。ラウルハル城
場合によっては2つに分けるかも。エルトリンデ様、結界魔法の展開が完了しました。なんだ右のやつ。しかし本当によろしいのですか、エルトリンデ様。遠見の水晶によると敵陣にロザリンデ様の姿があるようです。何？ロザリンデだと？始末するにはまさに絶好の機会だ。反乱軍ともども殲滅せよ。ゲイリー卿、あなたには問うていない。私はエルトリンデ様に。問題ない。たとえ我が姉といえど反乱に組みすることは許されません。必要ならば討ち取りなさい。直ちに出陣せよ。はあ、ゲイリー殿、判断を下すのは私の役目。あなたはただ適切に軍を動かしてくださればよい。承知している。それならば結構。洗脳されてますな。魔女め、気に食わん女だ。コルニア貴族でも名家のわしを見下しよって。コルニア？これは処刑せねばなるまい。コルニアって言いましたな、今のヒゲ面の。そのヒゲはまず剃ってからその首を。まったく俺の方がおかしいな。悪役になってんな。もしかしてエルフって飛べるのか。スイカ教よ、外敵の進行を防ぐためわざと橋を水中に沈めてるの。なるほどな。それより厄介なのはあの城を覆う大結界。橋が一つ沈んでいるとああやって結界が張られるのよ。橋を浮上させるには各区画の町を奪還すればいいわ。橋が全て元通りにかかるとあの結界も解除されるはずよ。ルールが分かっていい。分かった。まずは各区画を解放しよう。ステージスタート。このように、結構ね、なんで後ろになんかあるのかな。これは後ろから攻めてくるかな。なんで後ろにあるのかな。一体残さなきゃいけないかな。そうきましたか。よし、じゃあまずはじっくりといきましょう。ここがまず一番最初かな。そうだね、こっからガンガン降りてきちゃうよね、敵がね。で、ここら辺は敵が降りてこないのか。あー、でも空飛んでくるやつが湧いて出てくるのかな。湧いて出てくる言い方よ。あ、ここも陸続きか。ってことはじゃあ二手に分かれて戦う、そんな感じになりそうですね。こっちはお馬さんだから空飛んでるのに任せよう。そうだね、ここら辺は一気に攻め落とせそうだな。お馬さんと魔法使いしかいないから、弓がいないから空飛んでるので一気にやっつけてしまいましょう。じゃあまず空飛んでるの、空飛んでてなおかつ一撃でズバンがいいな。一撃ズバン。出陣します。一撃ズバンはこれでいいや。で、こっちは、あ、こっちはめんどくせえな、ソードマンか。ってことは、お、素敵。今誰を見た。今誰を見た。これはバラ騎士団に任せるか。で、これちょっと空飛んで一気に行っちゃおうか。結構硬いのが多いな。弓も多いな。空飛んでくるのもいるな。で、これどうしよっかな。結構攻撃もきつめだからな。騎馬兵もやられちゃうよな。トラビスで避けるかい？トラビスで避けるか、守るか。魔法使ってきそうだからな。ちょっと戦闘の魔法使ってくる系がやばいかも。あのライトニングソードは守れないかもしれない。万が一のためトラビスも参加で、空から飛んでって一気に
弓兵をなんとかしたいから、弓兵をここで一気にこっちから空で飛んでいく。この感じでよろしいでしょうか。じゃあまずはホドリック。あ、 いけるじゃないの。進軍します。いいぜ、すぐ行く。私に任せてください。これどう、一気にいける。あー、いけ、あ、でもちょっとダメージ食らうんだね。あー、そういうことか。ちょっと一旦ここら辺でやり過ごすか。私を見ておけ、すぐに飛び立つ。こんな感じ、いつでもやれる。で、すぐアイテム使っちゃいます。もうアイテムなんてガンガン使っちゃいます。答えてみせよ。一気に飛んでいけるかな。私に任せろ。着いたぜ。あ、なんか違うのが当たっちゃった。ごめん、我が槍の錆となる。あぶねー、間に合った。あぶねー、あぶねー。トラビスダメだったな。通じる。気をつけて。よし、じゃあ戦闘はもしかしたら死にたいの、2戦目はカットしていくっていう方法を取るかも。ただ編集が大変だから忘れることもある。うわー、お姉さん一列に並んじゃダメ。あ、雷使うから、この盾のホドリックやられちゃうかと思ったけど、攻撃する前に倒せるのか。うわ、180キロ。あの地面を歩いている歩兵部隊はね、この牙に弱いんで、ね、まだまだ精進せねばなりませんな。当たればね、当たれば弱いの、ね、で、これは逆にあれかい、ホドリックより、ホドリックでも勝てるけど、トラビスの方があまり変わんない。ああ、トラビス意味なかった。ご指示を。じゃあ、あんたら行け。承知しました。これでどう。私を見ておけ。あ、意外とちょっとやられちゃう。すぐに飛び立つ。立ちふさがるなら排除する。ちょっと弓当たっちゃうかな。あー、倒しきれないと当たっちゃうかな。あー、一回で倒せないんだ。もう一回攻撃しないかな。あー、ガードすんのか、その背中で。あー、ガードすんのか、その背中で。あー、天使ちゃんやられちゃうか。はい、攻撃して。安心してください。あ、毒も持ってんのか。観念しな。遅い。続くよ。先に攻撃して。当たるとやばい。癒しよ。ありがとう。受けなさい。逃さない。全部避けて。全部避けて。援護します。食らうたびに回復。倒して。そいつも倒して。逃さない。当たっちゃった。あー、当たっちゃった。もうちょっと早く倒して、そいつ。いつでもやれる。私に任せろ。よし、こんな感じか。まだ増えないね。ここだよな。え、これ突っ込んでこないのか、あいつ。うわ、天使を前に愚かな。はい、はい、余裕。生き返らせた。俺が自分で装備してるのに知らないやつ。生き返らせた。かっこよすぎる。あ、無理か、やめとこ。すぐに飛び立つ。じゃあこれ突っ込んでこないのか。で、一発で勝てないんだっけ。勝てるか、勝てるか。突っ込んでこないんだったら、空から向かいます。そっちの方がいいかな。ここは抑えたぞ。あいつうろうろしてんな。じゃあまた空飛んでくぜ。出撃するぞ。さあ行くか。
任せておけ。どうしましょうか。で、アイテムはガンガン使います。私に任せてください。任せてください。あ、そ、次そっち。ここで押しとどめる。いいけ、ホドリック。やるしかねえぜ。でも相手盾だからな。あ、でも気絶させるんだっけ。やらせ。見かける。これは固いね。使命を果たすぞ。うわー強い。ガードできない相手を上から。応急手当よ。あ、しなくてもいいよそれ。タチアナちゃん、このグレートウォールもいらねえな。いい、どけどけ。まずいな。難しい。死にたいの。待機、これ待機もったいないな。この子に魔法使わせたいな。魔法攻撃使わせたいね。この程度。だってあの盾倒せるもんね、魔法だったら。1、いや攻撃しても意味ないのか。そこだ。1、まずい。養生なさい。1減ったからね、回復してくれた。通じる。どうだ。まだまだ1なんだね。かかった。勝てましたな。余裕。これでトラビス倒せる。俺の番だ。全然ダメだ。答えてみせよ。あ、全然ダメだ。我こそは堅牢なると進軍します。あなたで行ってもらっていいかな。でその間にここを一気に突破する。お役に立てるよ。頑張ります。ギリ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 を攻める。決して通さぬぞ。心を燃やせ。俺が相手だ。貫通。アデル強くなったね。見せてやろう我らの力。気絶してるからガードできない。ガードできない。この程度。応急手当よ。盾を持ってる人でもこういう戦い方があるんだね。どうです。気絶させてしまえばよ。114。アデル強くなった。お、レベルも上がった。この力使ってくれよな。もう、うん、悪くはないかしら。いっぱい使う。我が盾は砕ける。いい。ご指示出ます。これもう一気いっちゃっていいか。また盾か。じゃあちょっとしばらくこっち側をちょっと様子見るか。ここまで一気に行けちゃいそうだね。これはどうだい、倒せるかい。ちょっと厳しいか。引いたのはあいつ。着きました。どうしましょうか。ピヨンって言ったけど、こっちが先。どうだ、どっちが先だ。行けたか。おいし。倒せないバリア。それでも5食らった。回復しよう。よー、今いい。貫通しないのか。あ、ファイスイングもったいね。お返しだ。避けれるんだ。あら、ライトニングソードもったいね。燃えろ。あ、これはちょっと炎上しちゃうね。浄化しよう。あ、ありがとう。諦めるな。おい、よしだ。見切った。どう強い。おい、あ、でも何個か避けてるけど当たっちゃうんだね。浄化する。追撃だ。しまった。これで倒したいね。反撃だぜ。どうは凍らして。凍らせてあげる。一撃死。せっかくの縦一列の攻撃がちょっと無駄になってしまった。
レベルアップ。これくらいお手の物です。これからも期待しててね。やりました。お役に立てるよ。勝ったことは勝ったけど、これにもいける。でもいかんとまずいか。目標確認。さあ行くか。ひとっ飛びだ。でここを2人でなんとかやってもらおって、その後この魔法使いとも戦わなきゃいけないのか。結構厳しいな。バラ騎士団をこっちで使うかい。よし、クライブ隊で一気に。失礼いたします。お任せください。一気にここまで行く。あ、意外と弱い。あら、行きましょう。すぐに仕留めます。ちょっと何人かやられちゃうかな。凍らして。冷たいわよ。凍らした。これは全員いくか。いやいや、これこれ牙には強い。任せたよ。今のはかっこよかったね。押し通る。あ、後ろやられる。あ、おお、あ、縦一列全部やられた。自分は回復。よし、いいかね。まだ空から向かいます。2人だけど行ってくれ。何か落ちてましたよ。なんか落ちてたかい。気づいてなかったな。負けませんよ。これはちょっと倒しておこう先に。行ってこー。イーグルアイが出てるから必中。息ぴったりです。この子にご褒美あげちゃいます。このままでは危ない。行きます。よし、じゃあこれでちょっと一旦休憩休憩しておきますか。でこれもね、ちょっと同時に進んじゃって良さそうなので、どう出るべきか。一気にここまで行っちゃいましょう。承知しました。やるか。トラビス何のため出てきた。すぐ行く。よし、こんな感じで行きましょう。じゃあ次、これを倒すところ、これを包囲しとくわ。でもう一個はこれを包囲しとくわ。そこまで一旦カット。